はい、それではこれから大阪オンコロジーセミナーオンザウェブを開始していきたいと思います。今日はがんと栄養というテーマで大阪オンコロジーセミナーオンザウェブを進めていきたいと思います。私はがん情報サイトオンコロのメディカルプランニングマネージャーの川上です。本日の進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。このセミナーではがんと何々のようにがんに関する横断的なテーマを取り上げて各領域を代表する方々をお招きして対談形式で皆さんと共に学んでいくプログラムです。このプログラムは認定特定非営利活動法人西日本がん研究機構 WJOG と7大学連携個別化がん医療実践者養成プラン、がん情報サイトオンコロ、特定非営利活動法人近畿がん診療推進ネットワーク A2 ヘルスケア株式会社が連携共催してお届けするプログラムです。私たちは東京や大阪でずっと会場でセミナーを実施してきているんですけれども、今回今このような状況でもありますし、また会場に足を運べない方々にも学んでいただけるようにということで、このような動画プログラムを今年から開始しております。ぜひ患者さん、ご家族だけでなく、がん医療に携わるさまざまな企業の方々にもご覧いただければと思います。本日のテーマはがんと栄養になります。講師は大妻女子大学家政学部食物学科の川口美希子先生をお招きしています。それでは川口先生、自己紹介をお願いいたします。皆さんこんにちは。現在大妻女子大学で学生の教育にあたっております川口美希子です。今日はこのような状況ですので自宅からお話をさせていただきます。私は9年前に大妻女子大学に来て後輩の指導に当たっているんですけれど、それまで島根大学医学部附属病院栄養管理室におりまして、主にがん患者さんの栄養支援、栄養指導、それからお食事提供に当たっていました。その頃はまだ栄養士ががん患者さんに接することは大変少ない領域でした。栄養ががん患者さんにとって必要っていうことがあまり叫ばれていない時だったんですけれど、私が目にする患者さん、食べることを抜きにして治療をしている、食べる喜びは二の次で、とにかく治療を優先でいく。そこに病院という生活の中には食べるという営みがあるはずですが、そこのところが全く顧みられていなかったという現実があって、私はがんの患者さんの特に専任の栄養士として島根大学でやってまいりました。そして今東京で大妻女子大学の出身ですので、後輩の育成にあたっているんですけれども、やはりがん患者さんと共にしてきた期間が長かったので、東京でもがん患者さんに寄り添えたらと思って、マギーズ東京、皆さんご存知でしょうか。ちょっとお写真を共有したいと思うんですけれど、マギーズ東京においてがん患者さんの栄養支援を行っています。まず皆さんに見ていただいていますのが、これは私が島根大学医学部附属病院にいた時に出しました、がん専任栄養士が患者さんの声を聞いて作った73の食事レシピというものです。私たちががん患者さんに寄り添おうと思った時に、指南書というのか、がん患者さんとどういうお話をして、どんなふうに患者さんに食の悩みの辛さを解決する糸口を見出してあげたらいいのかっていうことにすごく悩みました。5年間いろんな患者さんに会って、その中でこの本を作り上げました。次のがん患者さんに寄り添う栄養士たち、栄養士たちだけではなくって、友人や同僚、それから医師や看護師さんたちが患者さんと何をどんなふうに話せば栄養のことで辛さを解決してあげれるんだろうという、そういうツールになればいいなと思って書き上げた本です。その中には一人ずつのお話を書いています。これはブドウゼリーっていうのなんですけど、今ちょうど時期ですね、島根ではデラウェアを作っていた患者さんに出したゼリーをここにつけてお話もつけています。今は自分の農家で一生懸命ブドウゼリーを作って、ブドウを収穫している頃だろうなっていうようなことを、このブドウゼリーを食べながら思い出して、そこから食が進んだっていうような、そういうことを島根ではやっておりました。そして今ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、新豊洲に2016年にオープンいたしましたマギーズ東京で、毎週水曜日の午後にスープを作って、それと一緒にお食事のお話をさせていただいています。今シーズンですね、
のコーンのポタージュスープであったり、春であったら春初夏ですかね、こういったお野菜のスープであったり、焼きナスのポタージュであったり、こういうのをまあ作りながら毎週水曜日にがん患者さんに当たっています。それから今は新宿区で特にがんの終末期の患者さんなんですけれども、在宅訪問管理師として患者さんのと家族の支援を行っています。そして管理栄養士の卒後教育として、管理栄養士たちが在籍中にはがんのことを学びませんので、卒業してからがん専門の栄養士を育てたいと思って卒後教育も行っています。はい、ありがとうございます。ということで、ずっと情熱を持って、がんと栄養に取り組んでこられた川口先生に、今日は質問をさせていただきながら進めていきたいと思っています。がんに罹患すると、そのがんが消化器系のがんであればどうしても食欲低下してしまいますし、また他のがんでも抗がん剤の治療や放射線の治療によって食欲が低下してしまうということもよくあることです。またがんが進行していくにつれ、栄養状態が悪くなってきたり、それに伴って筋力も低下してしまうという状態になってしまうと、患者さんの生活にもすごく影響がある、そんな状態になってしまいます。ということで、がんと向き合っていく上で栄養のことを考えるというのはとても大事なことなんですけれども、そのことについて今日は5つ質問をご用意しましたので、川口先生に伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず最初の質問なんですが、がん治療で食欲が低下してしまうというのはなぜなんでしょうか？食欲不振とそれから食欲低下って同じような意味合いだけどちょっと違っていると思うんですね。食欲不振っていうのは主観的な評価なので、食欲がなくっても頑張って食べていらっしゃる方は結構いらっしゃったりするんですね。私は管理栄養士としてそこのところをなんかもっと食は楽しんでほしいっていうところに介入するんですけども、食欲不振なんで起こるかっていうと、一つは腫瘍そのものの影響で、やはり免疫細胞に影響したりとかして食欲がなくなってしまう、それは仕方のないこと。それからまた皆さんには治療によっていろいろな症状が出てくると思うんですね。化学療法における口腔内の粘膜障害であったり、嚥下の機能が奪われてみたり、消化器症状で下痢とか便秘とかになったらもう食べるの嫌って思うような、そういった食欲不振が機能的なことで起きることもありますでしょうし、それから自分の病気のことを考えてしまうと、私は本当にこの状態で食べることを考えてもいいのかしら、食べてもいいのかしらみたいな形で食欲不振になったりする方がいて、食欲不振って本当にいくつもいくつものことが重なってで起きてしまうっていうのが、がん患者さんに特有の食欲不振だと思っています。はい、ありがとうございます。食べられないとか食が進まないっていうのにもすごくいろいろな体の機能の問題もあれば、心の問題というのもあったりとかして、すごく複雑な背景があるんだなということが分かりました。そういった食欲低下、食欲不振に対して患者さんも気にされること多いと思うんですけども、結構ご家族もね、なんとか食べてほしいっていうような気持ちが強かったりして、できることがないかなって思っている方、患者さん自身もご家族も多いと思うんですけれども、そういった食欲不振、食欲低下に関して患者さんご自身やご家族ができること、また、それを支える食事栄養管理の面からできることっていうのは何かあるんでしょうか？私がよく栄養相談で会うのは、食べることを諦める方が多いって思うんです。今食べられないんだけれど、食べておかないと体力が持たない、次の治療に行かないから食べられないんだけれども食べたい、でも食べられるものがわからないから食べたいものを教えてくださいっていう栄養指導があります、ご家族の方は食べたいものを何でも作ってあげたいんだけれど、今作ってあげれるものがわからない、食べさせてあげていいものがわからないということで、患者さん側もご家族の方も食べるっていうことにすごく戸惑いや辛さがあって、そのうちになんとなく食べるということを諦めてしまうっていう方が非常に多いと思うんですね。ですからまずは、食べられない、なんで食べられないんだろうっていうことを明らかにすることは大切だと思います。今在宅とかに行くと味覚障害があって、 OS1 というちょっとしょっぱい飲料とか、それを飲んでいて甘くて飲めないっていう患者さんがいたんですね。なんか
お顔元が良くないから、どうしたのって言ったら、水分摂取をしなさいって先生に言われるけど、甘くて飲めないんだっていう患者さんがいる。でも、その患者さんも家族も、訪問をしていた看護師さんも、味覚障害だから食べることが、もうすごく苦しくてしんどくてっていうことが分かっていなかったから、とにかくいろいろなものを出して差し上げた。だから、食べられない食欲不振はどこから来ているんだろうっていうことを明らかにすれば、そこのところをちょっと覗いたことで準備ができる。例えばすぐ食べちゃってお腹いっぱいになっちゃうのよっておっしゃる方であれば、少量ちょっとだけ準備してあげて、それで家族も本人も満足ができるかもしれない。だけど体力を維持するために頻回にそれを食べてもらうように準備をしましょう。それから口内炎があって痛くて食べられないっていう方は、それをちゃんと先生とか看護師さんにお話になって、でその痛みを取れる治療をしていただいて、その時に食べましょう。下痢があってどうしてもねっていう患者さんであれば、お薬の相談もありますでしょうし、胃に優しいものを準備できることもあると思うんですね。まずはどうして食欲不振なんだろう、どうして食欲が低下したんだろうっていうことを家族、それからご本人、医師とか看護師、医療者の方とご相談するところにまず始まる。そしてその一つずつについて、栄養士とか管理栄養士は食のことでご提案ができると思います。こういう状況だったら、口内炎がちょっとまだ軽いんだけど口内炎で食べにくいんだって言えば、乳製品であったり、だからクリームチーズケーキならいいかもねみたいなアイデアがずっと出るので、そういったご相談を受けられるといいのかなって思ったりもするんですね。本当にたくさんの人に会って、たくさんの人にお会いして、そういうことを提案していきたいと思ってるんですけどね。なるほど。原因によって対策は本当に違ってきますよね。まずはだから何でもいいから食べてほしいっていうことじゃなくて、なんで食べられないんだろうっていうことをよく見極めて、それに対応するような方法を取っていくっていうのが大事なんですね。もう一つね、患者さんに教えてもらった、私はマギーズ東京に行ったりとか在宅に行ったり、患者さんに教えてもらうことが非常に多いんですけれどもね、食べられるものを見つけに行くんですって。外に出ると気分が変わるので、今年はお花見もできなかったけれども、お花見の時にはちょっとちっちゃいお弁当を持ってお花見に行って食べられるものを食べるとか、それから、回転寿司に行くんだそうですよ。回転寿司に行くと、今の回転寿司はいろんなものが回っているので、そして出されたものを食べなきゃいけないっていう遠慮がないので、頼んだものだけ食べればいいので、回転寿司に行くとかファーストフード店に行って頼んでとか、なんか自分で、今はすごく食べるものが多いので、自分で食べられないんだって閉じこもっていないで、積極的に食べられるものを見つけに行くと言っています。いいなと思いましたけれど。そうですね、食べることを諦めないっていうのはすごく大事なことなのかもしれないですね。はい、はい、ありがとうございます。今家族も辛いっていうお話をしたと思うんですけども、ここに関して多くの患者さんやご家族が、そのなんとかね、治療ももちろん大事なんですけれども、日常生活の中で努力できることでがんを治したいっていうふうに思う方すごく多くって、食事の工夫でがんを治せないかっていうようなね、考えになる方すごく多いようなんです。まあ、例えばよく聞くのが人参ジュースだったりとか、あるいはがんが糖分を栄養にするから糖分を一切断とうとか、塩を一切抜いた食事とか、そういった、まあ、いろんな試みがまことしやかに、本も出てたりとかして、そういうことに一心不乱に取り組んでしまう患者さんや家族って多いと思うんですけども、まあ、そもそもお食事でがんは治るんですか？お食事でがんの治療を頑張って継続するための体力をつけることができます。がんそのものを治すというものはないんだろうけれど、免疫力を上げるとか、そういったもので今注目されているものはビタミン A であったり、ビタミン D であったり、お魚に多い N3 系の油はやはりいろいろデータが少しずつ蓄積してきているので、それは取ってほしいもので、それはそれががんを治すわけではなくって、私たちががんと戦う体を作るものであるから、いろんな食品を取りながらそれを摂取してほしい
って思います。でそれを摂取するための体がないと食べれないので、一番は食べるものが入ってくる口腔ケアはやっぱりきっちりしておいてほしいかなと。私たちも食べるものを一生懸命提案はするんだけれども、食べるものが入ってくるのは口なので、口腔のケアは治療が始まる前にしっかりしておいて、なるべくその症状は和らげておいてほしいと思います。でこの食品ががんの治療になるという食品はデータはないと思います。で国立がん研が出しているがんの予防のためにこういう食品をたくさん取りましょうとか、こういう食品は控えましょうとか、そういったものは皆さんホームページを見てご覧になっていると思うんですね。だけどがんになった患者さんが再発をしないための食事とか、そういったものがないじゃないかって私もよく言われるんです。がんになった患者さんは見捨てられているんですか？がんにならないための食事はいっぱい出ているのに、がんになった患者さんががんを治す食事とか再発しない食事、これっていうものが示されていないのはどうしてですかって質問は私にも来ます。でもそれは私の体力にあると思うんですね。ですからまずは食事が食べれる体を作る、そのために支えになるのがビタミン A であったりビタミン D であったり N3 系の油であったり、そういうものがサポートにはなると思います。そしてエネルギーをしっかりとっておくこと、それから皆さんよく聞かれるタンパク質がどうしても消耗する病気ですので、タンパク質は人よりもちょっと多めに取ろうという努力をされること、朝昼晩のタンパク源になる食材は取ろうっていう意識を持たれること、朝卵は食べておこう、お昼にお肉かお魚取っておこう、夜にお豆腐とお魚取っておこうという、その意識ががんとともにコントロールしていく体を作っていくんだと思いますね。でよく糖質制限のことを聞かれますね。がん細胞がグリコーゲンを餌にして大きくなるので糖質を制限しますっていう考えだと思うんです。じゃあ糖質も取らないでお食事も取らないで絶食していたら、絶食して自分は我慢していたらがん細胞って小さくなるのって言うけど、がんって不思議な生き物ですよね。がんって飢餓の状態でも一生懸命分裂を繰り返すんですよね。ですからそのがん細胞はどんどん分裂していても私たちの体は免疫力は落ちていく、どんどんがん細胞から出されてくる私たちの体に攻撃するものに私たちはだんだん侵されていってしまうということがあるので、私たちは自分の体を維持するための食事はしっかりとっておくこと、それから糖質制限をするにしても糖質を制限した分体が消耗しないようにエネルギーをしっかり取らなくてはいけない、タンパク質と脂肪をすごく取らなくちゃいけない、それって普通の方が自分の独自のやり方でできるものではないと思います。これは専門家の方に聞きながら、やるケトン体食という特別な食事療法です。ですからそれは独自で単に糖質を減らすではなくて、そういう治療法もあるんだなって、その時には専門家の先生、管理栄養士の指示を仰がないとできないものだなっていうことは覚えておいていただければと思います。はい、ありがとうございます。今までの栄養相談の中でも、何か特定の食事にこだわりを持って取り組んでいる患者さんやご家族のご指導も経験あると思うんですけれども、糖質制限以外に先生がご経験された患者さんのそういう、変わった食生活とか食習慣みたいなのってご記録ありますか？いろんな情報が流れているので、アボカドをものすごくたくさん取ってほしいと、お母様が癌で息子さんがアボカドをたくさん取ってほしいと思っていつもアボカドをお母さんのところに運んで冷蔵庫に山ほどになった、本人はアボカドが好きじゃないんだけど息子が持ってきてなんで食べないのっていう、それが苦しくってたまらないんですっていう人がいて、それは何かというと先ほどの糖質制限食の人が糖質は制限するんだけれども油を取ってエネルギーを上げなきゃいけないので、そのためにはアボカドには糖質が少なくて油が多いからアボカドを取りなさいっていうところだったんだと思うけれど、息子さんはアボカドはがんにいいというそこだけをインプットしたんだと思う。そしてお母様にアボカドをたくさんたくさん食べさせようとしていたんだけど、お母さんはそれが辛かったっていうふうにおっしゃいます。で、そういうふうに何がいいと思うとみんなそれにすがりたい気持ちはあるんだけれども、
私たちの体にはキャパシティがあって、同じものをすごくたくさん取り続けると、それに対して抗原抗体反応が生まれてくるから、アレルギーを発症したりするので、通常よりも少なく食べてるから、それを食べようという努力は必要かもしれない、普通に食べようという努力は必要かもしれないけど、それ以上にそればかりを食べるっていうと、私たちの体にはまたいろんな問題が起きると心配しています。やっぱりじゃあ、もしその食事を使ってがんと付き合える体をしっかり作っていきたいっていう場合は、きちんと専門家の指導を受けて、で、まあ、何かに偏りすぎずにバランスよく食べていくってことが大事なんですね。そうですね。バランスっていうとね、すごく難しい気がするんですよね。うちのちょっと笑い話なんですけど、うちの学生に主食主菜副菜を食べようねっていう話をすると、今の子どもたちは主食主菜副菜が分かんないんですよ。主食ってお味噌汁ですかとか、主菜ってポタージュですかって分かんないんですけど、主食主菜副菜を取るってそんな難しくないんですよね。主食主菜副菜を取りましょうっていうふうに常に思い描いていたらいいと思います。今日はお家でお料理するのが面倒だから、コンビニに行ってお弁当買いましょうっていう時にも、主食主菜副菜が入っているお弁当を選ぶ、そういう日々の努力で体は作れていきます。はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。進行がんの方が、まあ、食欲も低下して、で体重が減少するとともに筋力も一気に落ちていってしまって、でそれが原因で歩けなくなったりとか、日常生活を送る力が低下してしまったりとか、そういうことが進行がんの患者さんによく起こると思います。そういった方々に対して、食事とか栄養管理の面からできること、また患者さん家族がご自身でできる取り組みっていうのがあれば教えてください。皆さんよく聞かれる、やっぱりタンパク質は取る努力をしてほしいかなと思っています。やっぱり私たちの体は何でできているかっていうと、アミノ酸でできている、タンパク質でできている。だからそのタンパク質を取る努力をしてもらう。でもタンパク質だけ取っていても、体の中でエネルギーが足りないと、私たちの体の中にあるタンパク質だから筋肉であったり、ね、そういったものを削って私たちはエネルギーにしてしまうので、だからある程度の糖質とタンパク質をちゃんと取っていただくっていうことが大切だと思います。脂質ももちろんエネルギーになるので、脂質も取っていただく。でないと、タンパク質だけ必要と思ってタンパク質を取ってしまうと、そのタンパク質はエネルギーに化けてしまうので、体の中だから糖質も脂質もタンパク質も取りましょうっていうので、今私がマギーズ東京で皆さん食欲がない時に、タンパク質ってどうやって取るのっていうので、スムージーをすごくおすすめしていて、そのヒットしているスムージーがあるので、ちょっと情報共有させてもらっていいですか。はい、教えてください。はい、ここにスムージーの絵が出ているんですけども、このスムージーですね、何をしているかっていうとですね、日頃足りないお野菜を2つ、それと果物とナッツを入れて、あと牛乳とかヨーグルトとか豆乳を入れるんですけど、すごく皆さんいいねっていうのは色分けしてるんですね。緑のスムージー、それから黄色のスムージー、時には大根やカブを使って白のスムージー、それから紫キャベツを使って紫のスムージーでね、ブドウと入れてとか作っているんですけれども、これが今ね、私がおすすめしたらみんないいねって言ってくださって、何がいいかっていうとですね、お野菜入れるんですね、そしてフルーツ入れるんですね、でナッツを入れてですね、絹ごし豆腐を入れてるんです。絹ごし豆腐を水切りしないでパックのままポンと入れて、お水の代わりに入れると、そうするとこれタンパク質取れるんですね。そしてブロッコリーのグリーンのスムージーであったり、パプリカの赤のスムージーであったりとかして、こんな風にね、食べるって楽しいですよね。いろんなことが考えられて、これで体ができる、タンパク質取ろうって思ったら、こんなこともいいんじゃないかなと思っています。今の時期だと冷たいものもすごく喉越しが良くて、そうですね、必要な栄養がこう美味しく取れる工夫かもしれないですね。そうです、体も嬉しいし心も嬉しいし、そしてスムージー綺麗でしたでしょ。はい、食事をするっていうことは目も一緒に楽しみながらっていうのを先生から聞いたことがありますね。お食事を準備されるときには、一番大切にみんなが思うことは、よく季節は大切にしますね。季節のものを入れたり、それから色、香り、食器。だから私にとって美味しいは何をいっぱい重ねていくんですね。そこの中には情報っていうのもあって、
って、このブロッコリーはね、朝届いたブロッコリーですごく新鮮なんだよっていう情報も入れれば、それは私にとっておいしいになるので、こう患者さん、ご家族の方、いろんな人と話をして、色であったり、香りであったり、それからさっきおっしゃった夏は冷たいであったり、食感であったり、情報であったり、おいしいをたくさん重ねると、きっとちょっと食欲不振でもお口にしてみようという気持ちになるのかもしれません。はい、ありがとうございます。もう最後の質問になってしまうんですけれども、今日は川口先生にいろいろお伺いすることができているんですけれども、患者さんたちが病院で治療を受けながら栄養指導とか専門家の指導を受けるためには、病院管理栄養士さんっていうのはいらっしゃるんだと思うんですけど、どんなふうに、誰にどんなふうにお願いすると、がんに関するがんと戦える体を作るための栄養指導が受けられるんでしょうか。皆さん躊躇しないで、ぜひ先生に栄養士さんからお食事のことを聞きたいんですとおっしゃってください。今は診療報酬の面からも、がんの患者さんに管理栄養士が栄養指導すると、そこで診療報酬を得られるようになってきましたので、本当にがんの患者さんが自分たちが栄養指導を受けれるっていうことが当たり前にだんだんなってきましたので、ぜひ自分たちがちょっとねって思うときには、医師にそれを告げていただければ管理栄養士とつながると思います。それから私は教育の職場にいますので、栄養士たちが出ていくところでは、薬局にも管理栄養士たちが随分出て行っています。ですから薬局に行かれてお薬をいただかれるときとかに、こちらには管理栄養士さんいらっしゃいますかって聞くと、そこで栄養指導ができる管理栄養士がいることもあると思います。はい、栄養士さんの中でもがんの栄養指導が専門にできる方っていうのもいらっしゃるんですか。だんだんと増えてきていますし、それから私たち管理栄養士としても食べられない方、食べることが大切な方、そういう人たちに支えになりたいと思っていますので、とかく管理栄養士は糖尿病であったり高血圧であったり、その栄養指導だけをするものだっていうふうな捉え方があると思うんですけれど、食べられない方、食べて治療しなければいけない方、それからアレルギーの方であったり、赤ちゃんのミルク指導であったり、ですから食べるということについては、薬局にいる管理栄養士たちはどういった方たちにも栄養指導をこれからしていくと思います。はい、ありがとうございます。病院だけじゃなくて薬局にも管理栄養士さんが、はい、活躍していらっしゃるというのは、すごく身近なところで相談ができるんだなということを分かって、最近増えてきてますので、はい、歯科に行かれて歯を治されるときにちょっと食べることに心配なことがあったら、そこにも管理栄養士がかなり入り始めています。はい、もう本当に身近なところにたくさんそういう栄養士さんが増えてきて、気軽に相談ができると本当に頼もしいなと思いました、はい、はい、ありがとうございました。それでは最後にですね、ご覧になっている皆さんに川口先生から何か一言メッセージがあればよろしくお願いします。たくさんお話ししてきたんだけど、私が管理栄養士として思うことは、食べることは諦めないでください。そして私はいつでもどこでも行って食べることについて支えになってあげたいってずっと思い続けているので、だからそういう人たちがたくさんいるから、食べることを諦めないでほしいというのが私のメッセージかしら。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。本当に食べるっていうのは病気じゃない人にとっても大きな楽しみの一つですので、病気の方々、がんと向き合っている方々も、その食べるってことを諦めずに、まあ、諦めずに楽しめるような、そうですね、はい、はい、そんな工夫がいろいろとできるんだなっていうふうに思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。